お久しぶりです。最近 YouTube の動画投稿が止まってしまい申し訳ございませんでした。なんでね、YouTube の投稿が止まっていたのか、就職活動をしていました。無事にね、次の職場の内定がいただいたっていうことでね、一応3月の中旬から3月の31日まで今有給消化をしております。有給消化ね、有意義にね、使っていこうかなと思っているんですけど、これから遠出するところでございます。今から向かうところなんですけども、栃木県の鬼怒川に向かいたいと思います。まあ、せっかくなのでね、温泉に入ってね、ちょっとゆっくりして、近くでね、観光できるところがあればね、観光していきたいなと思っております。特にプランは決めてません。ノープランです。いろいろ調べてて、ちょっと行ってみたいなっていうところがあったんですけど、鬼怒田なんちゃら大橋っていう、なんか橋ですね。なんかすごい怖そうな橋というかあるんですけど、僕高所恐怖症なんですけど、なんかそういうのって行ってみたくなるんですよね。まずはね、そこをね、目的地にね、向かっていこうと思いますので、のんびりとね、安全運転でね、行こうと思います。この先右方向に合流します。いやー、なんか全然思ったよりでかいパーキングじゃなかったかな。パーキングじゃダメか、サービスエリアか。確かサービスエリアの方がでかいよね。そしたらサービスエリアね、次約30キロ後にサービスエリアあるので、そこでね、何かちょっとね食べてね、ちょっとお腹満たしたいと思います。あんまお腹空いてないんだけど。宇都宮に到着したんですけど、パーキングなくてサービスエリアまで行かなかったですね。ということで、ここで一回降りるのか、ここでなんか降りるみたいな感じにはなっているので、とりあえず降りていこうかなと思います。運転しばらくお待ちください。しばらくお待ちください。しばらくお待ちください。はい。次はなんか日光道かな。日光道っていうのかな、こっちか。あともうちょっとで鬼怒川見えてきたんでね、日光道っていうところに乗っていきたいと思います。日光とか修学旅行以来か。しかも片側車線なんか工事してるし、30分ぐらいで橋に到着ということで、残りね、頑張っていこうと思います。のんびりのんびりと進んではいるんですけども、まだね、木は枯れている状態でね、ここ10月11月ぐらいの多分紅葉シーズンだと、ここ全部一面多分紅葉になってると思うんで、すごく綺麗な景色になってると思います。今年の10月11月ぐらいにね、タイミングが合えば、今度はね、家族を連れてね、ドライブがてら日光にね、行ってみたいなと思ってます。3月といえば別れのシーズン。一応僕は前回の職場、今まだ在籍中ですけど、一応5年ほど勤めさせていただきました。ありがとうございました。一応ルートセールスっていう仕事を行っていて、営業もしていたんですけどね、その営業する単価が本当に何百円何千円っていう世界だったので、その分のバックっていうのが少なかったんですけど、日光が、日光市入りました。日光市入りました。何の話だっけ。
そう、なんか単価が安い仕事だったんですけど、まあ一応次の職場はもう本当になるし、何百万なんつ、少なくても何百万、高くて何千万っていう、まあ営業になるのでね、まあすごく大変な営業にはなるかと思うんですけど、子供もいるんでね、まあ、頑張っていこうと思います。にしても疲れました。残りもうちょっと頑張っていこうと思います。よし、ということで出口に入りました。一応高速道路は終わったので、え、これどういうこと、どうしてみたいな、びっくりした、本当に。いや、田舎、見知らぬ土地って怖いよね。違うナンバーって大体なんか警察とかに目つけられがちだから、まあ俺は、まあ、僕の勝手なあれですけど。よし、休憩終わり。とりあえずすっきりしたんで、このままね直接向かいたいと思います。なんか橋調べたんですけど、なんかカップルとかが行くような橋なんで、もしかしたらめちゃくちゃアウェイかもしれないです。まあでもね、そんなこと気にしないで一人でね動画撮ってわちゃ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 したいと思います。わちゃわちゃしないけどね、高所恐怖症だから怖いけど、まあでもね行きます。全く考えてないんですよね、温泉どこがいいんだろう。まあ鬼怒川にいればまあ多分ね、どっかしらにあるでしょっていう考えなんで。橋ね、どんな感じなんだろう。駐車場があるって書いてあったかな。カップルと家族連れが多い、たまに一人にいる人も見かけますみたいな。たまに一人にいる人が多分それ僕になるんで、僕こういうなんか山と山に挟まれた、山と山じゃないな、この木々に挟まれて、木と木に挟まれて間にある道路っていう、こういうところをのんびり走るのが僕は大好きなんですよ。まあ今映像見てもらえれば分かると思うんですけど、まあちょっと今ね後ろから煽られがちなんですけどね、まあそういうことも気にせず僕はねゆっくりとこういうね景色をねやっぱ楽しんでね、運転とかやっぱドライブするのも一番いいです、ね、気分が。僕は学生時代の時に北海道旅行で富良野の方行ったんですけど、もうあれは最高でしたね。本当にこの自然に囲まれた中での道路をこうただただひたすらまっすぐ進むっていう、あの感じがもう本当良くてね、もうまた北海道行きたいなっていうふうに思いますね。北海道、まあ、確かに都内もいいんですよ、まあ、すごく便利だし、でもなんかこの進んでる時のなんか面白さっていうのがまあないですね。都内行ったら誰か芸能人ねえかなってただ探すだけなんですけど、やっぱ一番こういう風にやっぱ田舎出身なんで、こう囲まれたところをこうねのんびりのんびりと、本当ここら辺バイクとかで走れたら本当気持ちいいなって思うんですけどね。まあとりあえずバイクの免許ね取れるように頑張りたいと思います。あー、ほらこの開けたこの感じ、いや本当にもうこういうところ、本当にこういうところに、まあ、住んでみたい願望はありますけど、いやでもちょっとなんかコンビニまで片道10分15分とかきついので、まあ、この景色をね楽しんでいこうと思います。まあ、あと15キロですかね。もう15キロはもうのんびりのんびりのんびり楽しんでいきたいと思います。もう残り1キロ切ったっていうことで、あともう少しで、ね、着きそうです、ね。まあ旅館とかも、まあ、見えては来たんですけど、いやーなんか田舎ですね。いやなんかこういうところ一人で来るっていうことがそうそうないのでね、まあ、ちょっとした不安な気持ちもあるんですけど、あ、温泉ある温泉ある温泉、ね、やって絶対やってるでしょこれ。どうしよう、温泉すべて今日休業とかあったらどうしよう。いやそれはないかさすがに、それだったら泣いちゃうな。温泉宿が結構ありますね。宿っていうかホテルですね。いやーご飯何食べよう。その前に
のサンシャイン鬼怒川っていうホテルの近くなんだよね。目的地周辺です。ここか、橋、駐車場ありました。到着です。いやー、到着した。やっぱ平日だからね、やっぱ車がやっぱ少ないですね。まあ多分これ休日だったらね、あれだと思うんですけど、どうしようかな。とりあえずちょっとトイレ借りないと、ちょっとあ、トイレあった、ちびっちゃうかもしんない。橋、吊り橋、まあカップルしかいないと思うんですけど、まあ、なんでカップルしかいないかっていうと、まあどうせあれでしょう、吊り橋効果でしょう。吊り橋効果だとなんかあれじゃないですか、キュンキュンするみたいな。まあ多分それですよね、絶対。まあ一人ね、まあ、ちょっと動画撮影しながらね、まあ、見ていきたいと思います。それでは向かいます。ということで、それでは足みたいなのもあって、橋に到着です。だいたいどれくらいなの、揺れる、怖っ。意外と揺れんなこれ。終わったけど、好き、完全に
なんかこの先登れば何かが、なんかさっき書いてあったよな。5分か。まあいい運動にはなるかな。とりあえず頑張って歩いていきまーす。よいしょ。よいしょ。なんだ展望台。滝。400m。展望台行こう。おいおい、誰もおらんやん。一人で来ることまあないからな。どうしよう、サルインで行く明日。なんかぶん投げりゃいいんか。いやいい運動。誰もいません。いや YouTuber っぽいわ。待って、ガチ疲れた。誰もおらん。展望台。これ猿に会ったらマジ出せない。人がいる。え、なんかめっちゃ怖くない？怪しさ満点でしょ。いやいやいや、これ iPhone で明るくなってますけど、実際これ暗いか。怖っ。こういう時大体幽霊とか映りがちだけど、さすがにね、日中はいないよね。行ったところで、本当、あ、なるほど。あ、どうも、お疲れ様です。こっちか、神社か。らしいです。まあこっからの景色別に、まず一人来たやついねえな。まあいいや、ちょっとこれ頑張って登ります。下りです。また誰もいません。寂しいな。風の音で聞こえないかもしれないんですけど、滝の音が近づいてきましたね。あっちに水があると思います。多分流れてる水だったらね、飲めると思う。
とりあえず今水が必要ですね。これさ、道路じゃね？あれ登るんか？いや違うか。どこ？とりあえずちょっと待って、そっち行こう。待て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 、いや待て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 、怖すぎ。さすがにこれは怖すぎだって。スーツ持ってきてないようだって。もうほんと怖いな。まだ寒いから冬眠してると思うけどさ、本当にクマなんて現れたらもう不祥事だよね。僕の住んでるところクマなんて出ないんでね。こっち行っちゃあかんやつ。え？クマ？あ、でも音ですか？階段ある。階段確実にここじゃない。ここではない。音は聞こえてきました。おい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 、クマなんていねえじゃねえから。残念だったな。なるほど、これが滝らしいです。どうしたのかな、階段が初めてです。下れよかったんや。お参りしちゃった。はい、ということで、滝。あ、これさすがになく入れん。続けたら帰って怒られちゃった。滝でーす。はい、以上でーす。クマが怖いって退散しまーす。戻ってきましたー。さっきの。おい、おい、おい、ラストラスト、くれてくれて、くれてくれて、おいしい。ということで、もう電池切れてるんで、じゃあ切り下がって戻りたいと思います。まだ橋を渡ります。さよなら橋。